ヘルミ研究所へようこそ。こんばんは。大阪から東京までの距離はおよそ 504km になります。車で向かう場合はおよそ6時間43分ほどかかるでしょう。かなり長い道のりですが、世界にはさらに長い道が存在しています。今日はそんな地球上で最も長くドライブが可能な道を解き明かしていきましょう。まず前提として、八の字でぐるぐる回ったり海を渡ったり、文化や国境の問題で先に進めない場合は含めないようにします。八の字回ればいいじゃん、マジクサというキッズがコメント欄に湧く可能性があるので、初めに言っておきます。この動画は今からでも Google マップを開いて到達できる距離の範囲内で解説していきます。早速ナンバーワン候補の一つを見ていきましょう。それはアメリカの北にあるアラスカ州プルドー湾から出発し、カナダ中央アメリカを抜け、パンアメリカンハイウェイの本線を通ってパナマのヤビサに行くルートです。その距離なんと 12,213km、 147時間です。普通に行って6日間、デジモンで例えるとアグモンからメタルグレーモンに進化しているくらいの時間がかかります。でもよく見るとヤビサを抜けてコロンビア、ブラジルまで行けそうですよね。でも実はパナマとコロンビアの国境はジャングルで道がなく、かつ山賊が出ることもあるので、飛行機かカリブ海をボートで渡る必要があります。なので Google マップもその経路は示してくれません。もしこの道がしっかりと舗装されていれば、アルゼンチンまで行く道が最も長い距離になる可能性がありますが、残念ですね。では仕切り直して、次はポルトガル南端のサグレスからロシアのハサンまでのルートです。その距離は 14,172km、 163時間です。道が空いていても6日と16時間40分かかります。デジモンで例えるとアグモンからメタルマメモンに進化を遂げるくらい長い時間がかかります。おそらくこれが最も実現可能な範囲で世界で長い道です。最終地点のハサンという町は北朝鮮との国境がある町です。つまり北朝鮮の返事次第ではもう少し距離を伸ばせる可能性もありますが、残念ながら期待はできませんし、 Google マップにも表示されません。ということで、おそらくこれが最も長い道です。忘れ物したら地獄ですけどね。今日の授業は終わり。また来てね。